頑張ります。無事到着しましたね。そう。やります。お母さん、ただいまなのです。SBC フリューゲルに入るためのテストをすると言っています。マスター、準備はいいですね。マスターはとても強くなっています。今のマスターなら、絶対に勝てるはずです。私も頑張ってサポートします。お願いしますよ、マスター。クリティカルです。頑張りました。バフをかけます。グレネード投擲。頑張りましょう。
アファッシュ、ありがとうございます。
ない。力になれてよく頑張りましょう。アファシス、感謝をきなさい。アファシス、助けます。グレネード、投擲。もう少し頑張りましょう。
かせてもらいます。注意を。このペースを保って。資格を得られたようでよかったわ。イベント達成おめでとうございます。あなたなら大丈夫だとは思っていたけど、本当に成長したわね。強くなったわ。初めて会った時はリアルラックだけ飛び抜けたニュービーさんだと思っていたけど、そういうことをさらりと言えるのがあなたらしいというか、正直羨ましいわ。でもそんなあなただからこそレイちゃんはこんなに感情豊かに育ったのでしょうね。もともと仕様や設定がレアだったのかもしれないけど、それだけでは説明できないほどの進化を遂げているわ。まあ、あくまでも素人の意見だけどね。マスターであるあなたや仲間たちの影響を受け、何よりたくさんの愛情が注がれた結果だと思うの。この GGO というゲームには自分の腕や強さを誇る猛者たちがたくさんいるわ。もちろんそんな彼らも強敵ではあるのだけど、本当の一番の強敵は自分の弱さを理解してそれを強さに変えることができるプレイヤーよ。あなたはもしかしたらそんな最強プレイヤーになる素質を持っているのかもしれないわね。私、強い人って好きよ。ねえ、一つ提案があるのだけど、私のパートナーになってくれないかしら。
SBC フリューゲルはかなり強いエネミーが出るでしょうし、何が仕掛けられているかわからないわ。攻略系スコードロに入るのも手なのだけど、どうせなら信頼できるパートナーが欲しいの。マスター、私には戦場でのサポート技能もあります。ありがとう。もちろんわかっているわ。だけど私はあまりデイジーちゃんを戦場に出したくないのよね。もちろんいざという時は頼りにさせてもらうけど。承知しました、マスター。どうかしら。私ならあなたの最高のパートナーになれると思うわ。私は二人きりのチームの方がいいのだけど、でもあなたならそう答えると思っていたわ。じゃああなたたちの仲間にしてくれるかしら。いつかあなたの右腕になってみせるわ。よろしくね。私もレベルアップ。